いっぱいなのだ。調子に乗っていろいろと注文しすぎてしまったのだ。はあ、そんなに食べちゃって夜ご飯食べられなくなっても知らないわよ。しょうがない、海の家の食べ物が魅力的なのが悪い。この場の雰囲気ってのもあるだろうな。食べることのできない僕でさえ美味しそうに見えた。焼きそばにカレーにお好み焼きに、どれも本当に美味しかったのだ。はいはい、満腹なのはいいけど大丈夫なの？確かデザートも頼んでたわよね。最後に注文したのはかき氷？かき氷？それなら大丈夫なのだ。まだ入るの？さっきまでもうダメって言ってたじゃない。甘いものは別腹なのだ。というか海に来てかき氷を食べずに帰ったら自分で自分を許せなくなってしまいますぞ。何よそれ。私なのだ。ハヤテはブルーハワイよね。あ、イチゴは私です。ありがとうございます。暑い日に食べるかき氷は最高ですな。頭寝ころころ痛めよ。もはや夏の風物詩ですぞ。かき氷だけどアイスクリームずつ。もうそんなに慌てて食べるからでしょ。ってミチル、何それ。え、何なのだ。私がどうかしたのだ。あんたの舌よ、舌。すっごい緑色。エリアみたい。ははー、本当だな。かき氷のシロップの色に染まってしまったというわけか。ということはお、これは見事なブルーハワイ色。ココアはあれ、私はイチゴ味だったからね。変な色にはなってませんよ。全く面白みがないのだ。悪かったわね。面白さのためにかき氷食べてるわけじゃないから。ココアは分かっていませんな。夏はもっと楽しむべきなのだ。店員さん。ミチル、何をするつもりなんだ。ありがとうなのだ。それでは早速食べていきますぞ。すごい、七色のかき氷だ。レモンにオレンジ、ブドウに抹茶。その通りなのだ。そして七色のかき氷を食べることで私の舌は、見るのだ。めえ、キラキラカラフルの舌になったのだ。あまりの美しさに驚いちゃいましたかな。ミチル、自信満々に舌を見せつけているところ悪いんだが、真っ黒だよ。どうしてなのだ。絵の具全部混ぜると黒になるあれでしょ。一気にいろんな味を食べるから。